はい、どうも岡田千恵里担当プロデュースのテクタンと申します。はい、10月の月末限定の温泉ガシャが来ました。はい、今回の SS レアはしきにゃんにしょうこに司社長でした。いや、まさかのね、まさかの3人でございます。今回ちょっとね、予想動画上げられなかったんですけれども、私の中でキュートが京子ちゃんで、パッションがさなえさんで、クールがりょうさんかなっていう風に予想してたんですけど、いや、何一つとして当たらなかったです、今回は。はい、そしてね、いや、まず驚くのがね、ここでボイス未実装のね、司社長が限定で来たことにまず驚きました。いや、このことによってこれから先の限定の予想がね、さらに難しくなるよね。これで一応ボイス未実装アイドルの限定は、実装回数って言えばいいかな、まあ、3回目になりますね。佳子さまも実装、ボイスは実装してるけど、限定出た時はボイス実装なしで、次がイブちゃんで、司社長で3回目となります。そしてね、翔子もね、4週目は時期的にはそろそろだと思ってたけど、このイラスト、シャイニングゴッドチェリーがね、来ると思ってなかったんでね、しかもすごい可愛いんでね、結構翔子狙いでね、回していきたいところなんですよね。ということで、はい、前置きが長くなりましたが、アイドル詳細見ていきましょう。はい、成長のエッセンス一ノ瀬四季ということで、四季にゃんがライフスパークルで来ております。今回キュートがユニゾンで来ると思ってたんで、そこら辺もちょっとびっくりしました。はい、そしてキノコがいっぱい、星翔子ということで、翔子がユニゾンで来ました。はい、そしてワンマンアイドルタイム、桐生司ということで、司社長はオーバーロードとなっております。そしてエスレアには幸子が来ております。自称美人の湯、小清水幸子ということで、ダメージガードとなっております。はい、特訓後はね、まあ、おのおの個性的なね、衣装で、まず、しきにゃんは、すごくかっこいいね。去年の、温泉のフレちゃんとか、アスカくんと、ぴったり合いそうなね、そんな感じの衣装となってて、しょうこがね、すごくかわいい、ツインテールで、いや、これたまらん。そして、司社長がね、まあ、ザ社長っていう感じのね、すごい豪華な衣装となってます。幸子はね、温泉らしくは、イラストとなってます。じゃあモデルビューは見ていきましょう。いや、今回もね、もう衣装がね、みんなすごいいいよね。まさかしきにゃんがね、このブルーで来るとは思ってなくて、でもまあ今までと違った感じですごくいいよね。ここにあるぶら下がってるのも、なんかこう、アスカくんの、去年のね、アスカくんと対になるような感じもしつつ、フレちゃんともぴったりね、去年のフレちゃんともぴったり合うなーっていう感じもしつつ、そしてポニーテールが可愛いよね。やっぱポニーテールはすごく可愛い。はい、そして翔子です。ちょっとハロウィンっぽさがあるよね。まあキノコでね、すごい翔子らしい感じで、ここに来てそういうキノコっぽい感じが来たかっていう感じで、まあ秋やしね。でも何よりもこのツインテールが可愛いよね。いや、たまらん可愛い。めちゃめちゃ欲しいんやけど、ほんまに可愛い。この衣装も、ツインテールも可愛い。はい、そしてね、司社長は綺麗。ほんまに衣装がね、綺麗。なんか司社長ならなんか、こう、お風呂上がりに本当にこんな格好してそう。いや、美しい。色合いも綺麗やし、模様とかも、でもゴージャスよね。すごいゴージャス、綺麗。ということでね、いや、今回の限定も、いや、なかなかね、素敵な感じで、いや、ほんますごい引きたいんやけど、ジュエルがね、まあ、優勝そこそこに、そこそこあるけど、無償がないんで、とりあえず貯めてから10連回せそうやったら回そうかなと思います。今回はちょっと証拠狙いでね、引きたいところあるんで、今日は納税のみ引きたいと思います。はい、じゃあ引いていきましょう。お願い
たします。証拠アーロードがない。いやもうすごい、あのシャイニングゴッドチェリーのさ、あのイラストがさ、いやすごいすごい欲しくてさ、いやホームに設定したいの。この初めて見るこのチェリちゃんの髪型もね、たまらんし、この公式でほんまに押してくれるやったらね、もうどん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 押してほしいよね。いやもう心がざわつく。ちょっと落ち着いてメモリアルガシャの方もね、脳で引いていきましょう。まだ温泉チェリちゃん引けていません。こっちの温泉チェリちゃんも欲しいけど、こっちの本家の温泉チェリちゃんもね、早くお迎えしたいところでございます。じゃあ引いていきましょう、お願い。お、え？ちょっと待ってあのね、エスレアはね、全部引き終わってる。プレミアムカットか、SS レアのはず。ちょっとね、配信を見てくださってる方は、ね、知ってる方多いと思うんですけど、もうあと残すところね、ロードが入るって言ったら SS レアのみなんですよね。はい！ここで私、誰を、引く？気になる！誰だ？お願い！おおおお！ナナちゃん！はい、嬉しい。あー、ナナちゃんはね、私の推し担当の中に入ってるアイドルでもあるのでね、いやー嬉しい。コンボボーナス、あ、コンボボーナスか、そっかそっか、コンボボーナスか。いやーこの衣装も可愛いよね。私ナナちゃんはこの前やっとやっとで、アニバーサリーのナナちゃんを弾くことができたんですけれどもね、こっちとまあ全然雰囲気が違う衣装だったりするんで、弾けたのは大変嬉しいです。ということでプリプリウサミ阿部ナナということでナナちゃんが来てくれました。いやー嬉しい。うん、だいぶ集まってきた感はあるね。いや、チエリちゃん弾きたいなっていうのはあったけど、やっぱり配信で弾きたいところもあったので嬉しいでございます。そしてやっぱルナシャインが溜まっていくね。この調子で、この調子でしょうこちゃんもね弾きたいです。はい、なんか長くなったね、ちょっとテンションが上がっちゃったわ。はい、今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンをポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンをポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。